皆さんこんばんは、おじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでいますか？本日ご紹介するのは、というか本日ちょっと話題にするのはこちら、前回までね紹介しておりました RG353M です。ちょっと照明をこちらに。僕、皆さん見た方おられると思うんですけど、僕サブチャンネルでも、操作性ですね、この十字キーとアナログスティックの操作性についてちょっと言及する動画を上げたんですよ。見てない方見てもらったらいいと思うんですけど、353P、353V でこの 353M で同じ OS を使って、格闘ゲームストリートファイター02を使用してですね、それぞれ波動拳と昇竜拳と真空波動拳の出方、出る確率ですね、それを十字キーと、アナログスティックを使って検査した結果、やっぱり 353M がもうダントツで出ないという、症状の結果が出ました。だから僕の順位としては 353P が一番操作性がいい、で次に 353V で 353M がもうちょっと離れて下かなっていう、結果を出しました。で実はこのことをですね、アンバニク社さんにも伝えたんですよ。でちょっと技術部門と話しますということで、ちょっと期間があってお返事があって、オリジナル OS でも同じ症状出ますかという実は連絡があったんですよ。で確かに僕いきなりアーク OS 使えるかどうかを調べたので、オリジナル OS でね検査してなかったんですよね。で、オリジナル OS でも確かにやっとかなあかんなということでやったんですよ。そしたらですね、めっちゃ技出たんです。ちょっとまず見てもらいましょう。それでは十字キーからやっていきます。ちょっとここは俺が下手なんだ。じゃあ真空いきます。真空は厳しい。もうこれは物理的な問題ですね。真空は厳しい。でもこの波動拳が全然出なかったんで、多分逆やったら出ると思う。じゃあちょっと次アナログスティックいきます。大問題、ここはゴムの多分使用だと思うんですけど、こっちなんですよね。これ見といてください。真空いきます。真空いきます。一応念のためもう1試合やります。アナログでいきます。真空いきます。真空いきます。真空いきます。
真空いきます。真空いきます。はい、ということでちょっとまとめます。ということでね、一応それでは、見てない人のためにサブチャンネルの方でアップした、アークOSを使った方のストリートファイター02の様子見てください。では十字キーからいきます。真空いきます。では次アナログスティックいきます。では真空波動拳いきます。ずっと真空出してます。いかがだったでしょうか。まあ、十字キーの方はね、はっきり言って物理的な問題だと思ってます。下のゴムの弱さっていうものがやっぱりちょっと波動昇流の時は問題ないけど、もう真空の時は行った時に戻る時に同時に下がもう落ちてしまってるんですよ。だから下行って戻る時に、この斜め下に戻す時に下が下がったままなってるんで、結局斜め下から下ってなってないんですよ。だから指を一回ちょっと抜くような感じにして戻さないと真空が出ないという感じになってます。だから十字キーはまあ仕方ないとして、それでもねちょっとこっちの方が出やすいと思う。でも一番の問題はアナログスティック、アークOSの方ではね、波動拳とか昇流拳するとね、なんかジャンプしちゃうんですよ。なんかつまりこの動きがちょっとこの座標が上になっちゃってると思うの。だからそれが飛んじゃうんですよ、ピヨンピヨンって言って。
だから、それがね、一回だけジャンプしましたけども、基本的にはめちゃくちゃ出やすい。もう見てもらったら違いが全くわかると思う。だから、結局問題はやっぱり、プログラムのシステム面、僕はだからバイオスレベルの、そういう根本的なところの問題だと思ってたんですが、多分です。これは推察です。推察ですけども、明らかに OS を変えるとこんだけ違うっていうことは、やっぱり OS が問題なんかなと思うんですよ。で、そっか、なんでこの推察が一個できるかっていうとですね、今回アナログスティックがね、変わってるんですよ。うん、これは視聴者の方から教えてもらったんだけど、多分だけど、スイッチで使われてるアナログスティックじゃないかって言われて、とりあえず V と P とは違うんですよ。だからそれを、結局アンバーニック社は変えてるから、それに合わせた座標のプログラムを入れてるけど、結局 ArcOS って V 用に作られたものだから、中のシステムは一緒なんだけど、部品が変わってるんですよ。そこでそのまま使えてるけど、ここに不具合が出たんじゃないかなって僕は思ってるんですが、だから何らかほんのミリ単位の何かが違うのかもしれない。で、このことは実は ArcOS の制作者の方にも、連絡してます。で、一応ちょっとそれ調べてみますっていうことを、お返事いただいてるので、もしかしたら、いや、僕のところでは問題ないよっておっしゃるかもしれないけど、一応この動画も、リンク貼って見てもらおうと思うんですけど、一応今は見てみるよっていうことを返事もらってるので、どういう返事があるかわからないですけれども、とりあえず連絡してます。で、明らかに僕はもう操作性が全く違うので、これは実感としてあります。これは、多分 OS の問題であれば全員が感じれると思うんで、皆さんのところもうちょっとしたら届き始めたら、一回よかったらテストしてみてください。まあ、アーケード版のロムを持ってない方おられると思うんですよ。基盤持ってる人少ないからね、なかなかね。まあ、なかなか、こんな感じで、ね、ストリートファイター02の基盤なんてね、持ってる人は、いないと思う、思うので、できないかもしれないですけど、その場合は、プレイステーションのやつでも試してもらったらええと思います。まあ、これはあくまで本当に推察なんですけども、ここまででも操作性が違うと、さすがにね、鈍感な僕でも、ちょっと違いを感じることができるレベルなので、多分 OS じゃないかなと思います。なので、一つだけ言えることは、RG351MP 自体には問題は多分ないと思います。ただし十字キーはやっぱりどっちにしろちょっとは、真空系の調比には難しいと思う。でもアナログスティックは、はっきり言って他のやつと同じ正常レベルだと、ってか正常レベルですね。今のところこれだと。ただし、オリジナル OS はやっぱり起動もちょっと遅いし、ゲーム選択してから起動するのもちょっと遅い感じはしますんで、やっぱりその辺は ArcOS の方がいいよって感じはしますけども、格闘ゲームをそんなに僕はしないんですって人は ArcOS でいいと思う。でも格闘ゲームバリバリやるねんっていう人は、オリジナル OS で使う方がおすすめ。で、あとは ArcOS の方からお返事があって、いや、アップデートしたよって、うん、確かにおかしかったよって連絡があれば、そこも ArcOS で解決してもらえると思うので、まあ、ただしそれが全体的に原価わからないよ。わからないけども、うん。まあ、とりあえずちょっとこういう風な結果になったので、よかったら、参考にしてください。いや、驚いた。うん、まあこれは一つのまだ僕もいい勉強になったかなと思いますんで、よかったら、この辺もどうぞ。だからちょっと、サブチャンの方に上げたランキングテストっていうのは、だからこれを踏まえると、まあ1位は当然でも P の方がもっと十字キーでも技が出るから、P と、やっぱまあ V と M の順番変わらないね。ここの総合で言ったら。うん、だからランキングには変わりはないけど、まあこういう違いはあるよっていうのは覚えておいてください。この動画で初めておじいさんのことを知ったよって人はチャンネル登録していただくと嬉しく思います。で、まあこの辺の十字キーとアナログスティックおじいさんの情報でちょっと怖かってんっていう人は、オリジナル OS であれば格闘ゲームの方は問題ないです。確か他の普通のゲームであれば何の問題もないからね、これ。うん、アクションゲームとかそんなんでも全然問題ない。これはもう本当に特殊な格闘ゲームのもうギュギュギュッと繊細な動きを求められるものだけに起こっていることなので、そこはご安心ください。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さようなら。